今回は TVer から出るハイブリッドケースイン FX の試打をしていきたいと思います。ラケットが MK カーボンに通常の K3 と K3FX を貼って打ち比べていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。K3 の方は、やっぱシートが硬い分やっぱしっかりインパクトを強くして打てばしっかり回転もかかるんですけど、新しい FX の方はやっぱシート柔らかい分長くしっかりボールを持ってくれるので、しっかり回転もかかるしスピードも出る印象ですね。とても多分使いやすい、フォアドライブはしっかりかかるので使いやすいです。同じ感じで打ってるんですよ、K3 とフレックス。同じ力で打ってるんですよ。フレックスの方があれ受けてる感じだとかかってる、めっちゃかかってる。硬い分やっぱインパクトをしっかりしなきゃいけないっていう感じなんですけど、まあ FX の方は柔らかいからボールをしっかり吸収して長い時間持ってくれるんで、安心してこう入る感じが、今までの硬いK3よりはちゃんとしっかりこうインパクトが強く打てない子でもしっかりラバーがしっかりやってくれるっていう、硬いラバーを使えなかった人とかでもちゃんと FX が使えるで、微粘着でしっかり回転もかかるかなっていうラバーです。使ってみた感想なんですけど、 K3FX の方がやっぱしっかり柔らかいのでしっかり持ってくれてしっかり回転はかかるんですけど、そこまでスピードがちょっと出ないっていう印象でした。 K3 と比べるとそうですね、スピードがちょっと落ちるんですけどしっかり回転はかかっていくイメージで打てる感じですね。で K3 の方はやっぱりしっかりスピードが出てやっぱ深くいくですけど、その分ちょっとやっぱ力が必要にはなってくるっていう感じですかね、 K3 の方は。で K3FX は力がなくてもしっかり回転がかかって入ってくれるっていう印象でしたね。スピードはちょっと落ちるんですけど、 K3FX の方がしっかり多分卓球を始めた方でもしっかり使えるいいラバーだと思います。どっちもいいラバーなんですけど、 K3 の方はもうぶつけたらちゃんとこうしっかりインパクトを強くぶつけたらもう入るっていう感じなんですけど、 FX の方は少しやっぱぶつけるとやっぱ柔らかい分持っちゃうからちょっと落ちそうな感じだから、しっかり回転をかけないともう入っていかないっていう感じ
感じで、その分 FX の方はもう安心して個線が入って入る感じなのでいいラバーです。で K3 に比べたらやっぱり FX の方がスピードはちょっと若干落ちるんで、やっぱインパクト重視というかインパクト強く打ちたいっていう人は K3、うん、でちゃんとかけたいっていう安心してこうしっかり入れたい回転をかけたいっていう人は K3FX がいいっていう感じですね。
K3 の方がやっぱ若干やっぱ難しい感じがして硬い分で、FX は少し柔らかくなったのでしっかりボールも食い込んで相手の回転を使いながらカウンターできたっていう印象でした。K3 の方がやっぱりぶつけてしっかり入れば、まあ、威力も出るんですけど、それなりのしっかりした技術がないと K3 は難しいっていうラバーで、 FX は少しカウンターに自信ない人でもボールがしっかり食い込むのでやりやすくなったっていう印象でした。K3 より FX の方がやっぱ柔らかい分しっかり持ってくれるんで安心してしっかり入る感じがしました。 K3 は硬い分コントロールとかちょっと難しいっていう印象で、 FX の方が誰でもできるというかちゃんと安心してストップとかつつきできるっていう感じで FX の方が良かったです。FX の方がやはり柔らかい分しっかり切れたボールでも上がってくれる感じがしてめちゃくちゃ使いやすいなって感じました。 K3 はしっかりやっぱぶつければスピードだったりは出ると思うんですけど、やっぱそれは難しいと思うので、 FX でやっぱしっかり回転とかをかけて入れたい人だともう FX の方が断然いいかなと。K3 の方は大分球離れが速くてちょっとやっぱコントロールが難しいというか切れるんですけどやっぱ長くなっちゃう。 FX の方はしっかり掴んでくれるので飛ばない分短く出せる、サーブがちょっと出ちゃうというか長くなっちゃう人にはすごいいいラバーだなと思いました。練習して使いこなせば、まあ、FX の方がしっかり回転もかかるし短くも出せるのですごいおすすめです。はい、今回はハイブリッド K3FX の試打動画、レビュー動画をちょっと撮ったんですけど、その全体的な感想をちょっと話してみたいと思います。今回 K3 と FX で比べてみたんですけど、 FX はやっぱり少し柔らかくなった分全体的に全部の技術がすごいやりやすくて回転もかかりますし、スピードももちろん、まあ、インパクトしっかり強く打てば出るのですごいいいラバーだと思いました。 K3 はやっぱり少しやっぱ上級者向けというかしっかりインパクトが強い人だとやっぱ K3 の方がやっぱスピードとかは出るので K3 の方がやっぱいいのかなと思いました。で FX はやっぱりその初級者から上級者みんなが使えるようなラバーが今回打ってみて分かりました。なんでやっぱ回転とかスピードももちろんそのかけられないとかそういう悩みがある人はもう K3FX がすごい打ちやすいしやっぱすごい
いいと思うので、ぜひ使ってみた方がいいと思います。K3FX の方がしっかりやっぱり回転がかかっていくっていう進化がますね。やっぱ K3 の方がやっぱしっかり、なんだろうな、当てないと、ボールがこういかないというか、まあ、だからすごいその FX を使ってすごいその使い慣れてきたら、あの K3 だとちょっと硬い側にしてみたらいいと思いますね。で K3FX の方が最初やっぱりその回転がちょっとうまくかけられないとか、やっぱ そこまでスピード出さなくてもいいっていう方、しっかり入れたいという方は K3FX の方がすごいおすすめというか、使ったら絶対回転もかかってくれるという、まあ、印象を受けると思うので、すごいおすすめしたいと思います。やっぱ自分は一番やりやすかったのはバックドライブが、もう今までで一番回転がかかってるなっていう感じで、何でも入るなっていう感じだったので、すごい使いやすいですし、やっぱそういう自信がない人がもうすごいこのラバーを使えば入ると思います。なんで今ハイブリッド MK プロを使ってるんですけど、今すぐにでも K3FX に変えたいっていう感じでした。下回転打ちも入ってた？下回転打ちもやっぱ入るっていうか、もう自信持って振れるっていう感じで、しっかりこのラバーがやってくれるっていう感じだったので、すごい FX はそういう対下回転に対してはすごい自信持って振れるラバーだなっていう感じでした。スポンジの色はハイブリッド K3 は白で FX はピンクになってるので、表記は書かれてないのでそこで見分けてもらう形です。 K3 フレックFX のレビュー動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。